ましょう。はい、この長いフレーズを吹くときにちょっと長く息が続かなくて、ちょっとフレーズが切れたりとかしてしまうので、そこをちょっと解決したいと思っています。ちょっと長いところ、はい、わかりました。さっきのフルートと同じフレーズだと思います。指摘感想力しなければパッと吸えると思います、うんうん、こう吸い込もうとしてたんだと思うんですよ、うんうん、それがうまくいかない人だと思うので、うん、この辺に肩の上に空気タンクがあるようなつもりで吸って、うん、パッと吸ってください。そうそう、すぐ吸います。それそれ、わかりました。川野さんの呼吸タンクはこの辺じゃない、はい、この辺にあるくらいのタンクがないところに吸い込んでたって感じです。ああ、そうです。人によってはこの辺にあるんですけど、まあ耳が本当はここなんですけど、こっちめがけて吸った方が吸える人と、こっちめがけて吸った方が吸える人と、まあ、こっちが胸式、こっちが腹式です、ね。バジル先生のこの何拍間かかけて息ブレ吸って、例えば一拍かけて吸う。はい、で次に2拍かけて吸う、はい、どんどんこう拍数増やして伸ばしていってっていうのを、はい、読んだんですけど、はい、大体その拍数が増えると、はい、例えば8拍かけて吸うっていうところで、はい、もう6拍ぐらいでもう入らなくなったりとかするんですけど、はい、そういう時にどうしたら、まああのあれはマックスまで行くことが目的の書き方なので6がマックスならもうそれでいいです。あ、そうですか。で大事なのはその後6までの量を4です。だからより速くなるわけですね、うん、まず最大吸った後、同じ最大をより短い時間で吸って、うん、そういう狙いというか、わかりました、うん、はい、7いって8いって9いって長さを競うわけじゃないですよ、うん、量を確保するために何時間かけてまず吸って、量が吸えたらより短い時間で同じ量を吸いましょう、うん、可動域を広げてその後瞬発性を上げる、そういう意味合いです。